前回のあらすじ。You're going to be all right. Stay determined. あいつ刺身にして食ってやるよ。というわけで今回は刺身を食べに来ました。あ、なんか字幕つけるなら全部つけて、それじゃなければ字幕つけるなってコメントがあったので、今回は全くつけてません。何言ってるかさっぱりわからないのでさっさと刺身を作りましょうか。ま、優しい誰かが字幕つけてくれるでしょ。てかこっちとしてはキャラと戦ったからもう帰るつもりだったんだけどね。そういえば今俺が使ってるこの体、レベル1なのには理由があったみたいだね。レベルやアイテムはアンダーテールのセーブデータが使われてるみたいなんだ。通りでね。確かフランたちが P ルートやってるからレベル1だし、アイテムもタイメタトンのばっかりだし、俺がアンダーテールをやった時のデータ残ってれば、ま、ないものねだりしても仕方がないか。体力20だからな、割合ダメージなら問題なさそうだけど、まあいいや、回復アイテムもあるにはあるしね。アズゴア戦のためのパイだったんだけどね。まあどうせこっちで使っても向こうの世界には反映されないだろ、一方通行みたいだし。大体キャラと戦ってる時に分かってはいたんだけどね。解析に集中しすぎたのかな。まさか他にも人がいたとはね。人なのかな。人っていうよりか人魚。魚人。魚人は頭が魚の方か。となると人魚だな。人魚ってよく歌で人を惑わして。みたいな話を聞くけどこいつはどうなんだろうね。てかいつの間にか体が縛られてるじゃねえか。マペットみたいな攻撃してくるのなお前。クラゲ、あと魚か、海の生物を使って攻撃してくるってことね。マペットは雲でこいつは魚か、なんだかんだ似てそうな感じだよね。現にこの攻撃めっちゃ似てるし、さりげなく本家よりも厄介な動きだよな。主にクラゲが、まあ避けれないことはないんだけど、って。こいつもキャラと同じく一個一個の攻撃が長い感じかな。てかそもそもなんだこいつは、今普通に戦ってるけど何か元ネタがあるのか。思った以上に長いから今回カット多めになりそうだな。主に攻撃で。相変わらず硬いな。これもまた長期戦になりそうだ。まああいつより理不尽な感じはしないからまあ。いけるかな。あ、そうそう、キャラのアンダイン攻撃の槍なんだけど。アンチがあるのかってコメントがあったから試してみたんだけど。多分ないかも。てかこの攻撃も厄介な。多分セリレにも当たり判定がありそうだし、思った以上に当たり判定でかいぞこれ。与えるダメージはキャラと同じ。防御力一緒なのか。え、だったら強くね。攻撃力も同じ。こいつ。できる。やべえな。ただの魚だと舐めてかかると痛い目にそう。てかこれか半身何の魚なんだろう。何か手みたいなのあるし。パッと見イルカとかそんな感じするけどどうなんだろうね。この攻撃厄介だな。早いし数多いし多分ランダムだし。あ、でもこれ回復できるのか。1回のダメージが4だと考えて1つでも取っておけば5回攻撃食らっても生き残る計算か。うん、4ダメージだね。まあキャラの時は5ダメージの攻撃もあったし油断はできんけどな。あれ、結構体力の減り早くない？キャラの時はまだこの4分の1以下ぐらいだった気が。気のせいかな。まあ早く体力が削れることには問題ないしな。こっちが持ってる回復アイテムは2つだし。ね、それを使い切る前に倒しきらないといけないわけだしな。確かにフランたちには最短ルートを教えてたけど回復アイテムぐらい回収しておいてくれれば、まあないものねだりしても仕方ない。教えたの俺だしな。よしよし、うまいこと避けられてるぞ。あとこの攻撃でうまいことクリティカル出せればいいんだけどな。あ、これ考えてみれば武器も反映されてるのか。うん。まあ銃よりかマシか。ナイフとかだと楽なんだけどね。一回使わないし。空っぽの銃はあかん。あれは俺には使えなかったわ。うまいこと使えれば時短になるんだけどね。俺だと逆に時間伸びたしな。一時期RTA やってみようかと思ったこともあるしね。ある程度やってあったけど。あ、そうそう、本編の方なんだけど。たまーに RTA で使うルートとかやってるんだよね。察してた人もいたみたいだけど。さすがにパンチカードバグは実況向けじゃないからやってないけどね。フランたちに教えてたルートもあるし少しやってたんじゃないかな。パズル短縮とか、メタトンの迷路とかね。ま、実況としてもテンポが良くなるから教えただけなんだけどね。グダグダなってもカットするだけだし。G の RTA しかやってなかったのもあるからちょっと変なところもあったかもしれないけど。ま、そういうことですよ。話は戻るけど、こいつの攻撃は普通に痛いだけだからまだいい方だよね。キャラみたいな魂。そうだね。それを直接傷つけてくるような攻撃ないし。良心的。ではないな。うん、誰か翻訳こんな作れないかな。いや、英語を勉強するべきか。ゲームを作るときに英語勉強しておけば得することはあるけど損することはないしな。あ、そうそう、今日久しぶりにコメント返信とかやってみようかな。まあ普通に返信してるからコメントに対するコメントって感じだけど、そういえばなんか最近急にチャンネル登録者増えてきて5000人超えそうですね。やっぱりみんなサンズ好きなのかね。それじゃあ適当にコメント返信。うぽつ、うぽつです。毎回くれるうぽつコメありがとうございます。やっぱりコメント来るだけで嬉しいよね。鬼畜じゃないと思うんだけどな。私の感覚が狂ってるだけか。ノーダメ頑張ればいける。さては君、人間じゃないな。本気実況しろ。おっしゃる通りでございます。でも P ルートってなかなか長いから面倒なんですよね。もうすっ飛ばしてていいか。 G だともうメンバーやばいやつしか来ない予定だからあれなんだけどね。これは初見実況。何回か俺の決意の力でやり直してます。インクサンズはだんだん更新されていきますよ。 3.0 出るらしいけど勘弁してくれ。 2.2 から 2.5 に上がっただけでまた30分ぐらいパターン覚えるのに時間使ったからな。動画見たら根本的にサンズのキャラ変わってたしね。攻撃も違ったし今度は何分かかることやら。なんで全員のサンズがわかったんですか。グーグル先生、
アンダインの攻撃、本家と同じようにアンチあるのかな？試してみたら思いっきりダメージ食らいました。でもアンチ使ったことなくて見よう見まねだったのでもしかしたらあったかも。あそこでキャラを殺せたらいい世界を作れたのにな。プレイヤーでも決意は上回れなかったか。おそらくわざと決意の力を弱めてたんでしょうね。過去に戻るのが目的だったみたいですし。なんか手のひらの上で動かされた感じだったかな。ははヘルクテールのパピルス戦の回復アイテムです。そこまで再現されてるのか。ヘルクテールは動画でしか見たことがなかったからな。やってみようかな。この BGM ハマってしまって脳内エンドレス再生されて他のことが考えられん。もうパターン覚えてしまうほどに。わかる。オレンジの攻撃って本家とは違い、壁に当たっていても方向キーずっと押し続けてたら攻撃受けないんだよね。マジで、それだったらもうちょっと楽にいけた場面があったのでは。アンダーテイル本編全然進んでないですね。一本一本が長いし話すことがなってまた編集できないんじゃ。ネタをくれネタを。まあこんな感じですね。てかぶっちゃけ言ってアンダーテイル本家実況見たい人いるのかな。あれでしょ、もうみんな見合ってるレベルで見てない。まあそんなことはいいんだよ。にしてもこいつは攻撃パターンがそこそこあるよな。一つ一つはめちゃくちゃ難しいってわけではないけど確実に削られてる感じかな。さりげなくコメント返信中に体力半分ぐらいまで削って新しい攻撃パターン来たしね。ペットとか言いながらサメが出てくる時点でこいつただものじゃないんだよな。いや、こいつ自体サメの人魚なんじゃ。そう考えると下半身それっぽく見える気が。あの攻撃は案外楽だね。とあるサンズ戦でもあんな感じの攻撃あったしね。横方向だけど、やっと半分以上削ったか。楽だな。てかまたこの攻撃か。この攻撃実破パターン化できるんだよね。よく見ると毎回同じ攻撃方法だからさ。ま、最初の攻撃の時と同じ避け方でいけるってことさ。いいね。まだ体力には余裕があるし、相手の体力も順調に削れてるしね。この調子でいけば倒せるかも。てかこいつマイク持ってるくせにマイク使った攻撃一種類しか持ってないのな。ほとんど魚配下なのかな。それを使った攻撃だよね。あんまり自分で手を下すことがないのかね。とか言ってたら直接攻撃してきたわ。噛みつきか。普通に痛そうだからできるだけ避けていきたいよね。場所とタイミングによっては避けるのが難しそうな攻撃だな。一定。なんだかんだやっぱり本人も攻撃力たっけーな。間に合わねえよ。先に左か右か決めておくべきか。難しいところだ。よし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 。体力もマックスでこれはいいぞ。おそらくだがここを耐え切れば俺の勝ち。キャラみたいに決意の力も少なそうだしね。決意を持ってる同士ならまだしもね。決意を持ってない相手だったら敗北条件が変わるんだよな。勝利条件は変わらず相手の殺害だけど敗北条件は HP が0になることじゃない。こっちが諦めなければ永遠に負けることはないのさ。決意の力ってすげえな。人間なら大なり小なり誰しもが持ってる能力なんだけどね。ここで惚れ来るかー。よし、2回しか左上に見えこなかったな。ラッキーラッキー。 That really hurts. Sis? Mom? Dad? Are you there? I want you all to hide. Did you know?It's getting dark now. Dark. Darker. Yet darker. The shadows are cutting deeper. He's right behind you. You have no idea what you've done to you. Why is it so cold?You won! You earned 0 XP and 0 gold. 経験値なしか。チリになったから刺身にもできないし、ちょっと残念かな。キャラは倒したし、今戦ったこいつも倒した。気のせいかな。他にも誰かいる感じがするんだけど。まああっちから来ないなら別に大丈夫か。帰るか。というわけで今回はアンダーテイルの英雄作品であるデトミネーションをやっていきました。攻撃方法やらエンディングなど色々凝っていてやりごたえのあるゲームでした。それではまた別の動画で会いましょう。バイバイ。
you